SB の実況動画は久しぶりですね。なので結構装備とか買ってたりしてます。実は最近ゾンビが8になって、AOTS 買ったんですよね。ただどうしても自分のステータスだとあまり火力が出ないんですよね。ってことで今回は G-POT なしでギアボをやってみます。では早速やっていこう。さあさあやっていこう。とりあえずステータスは、スター 637CD465AS80 って感じです。やけにエースだけ高いのは気にしたら負けです。道中は適当にフロサイでやっていきます。あ、あと装備はリーパー一式です。そういえば最近スライム AFK が流行ってますよね。なんかすごい金持ちが言うには日給30のは余裕でいくとか。でもショット落ちはめっちゃ高いですよ。一応私もやってみたんですよ。あ、間違えた。こっちです。ミニオンはティアビューで6体分裂するやつをつけてます。それとデイダラスアップストバンク、ハウンドペットをつけてます。これだけやってまだ時給1無とか、やっぱり私には F7 しかないんですかね。最近適当に1回やったら OFA 出ました。3M のプロフィットです。そのおかげでちょっとモチベ上がりました。ただどうしても野良だと猿が多いもんでエース取れないんですよね。結構ブーメランな気がしますけどどうでもいいです。てか最近 F7 のボスでスキップするのにハマってます。ピーチはよくにするけどね。でもやっぱりイーテンツッケルのすり抜けは楽しすぎる。そう言ってる間にもうすぐボスが湧きそうですね。ちなみになんですけどボスは鉄柵に引っついてやります。多分普通にやっても問題ないと思うんですけどエイムめっちゃずれますからね。このミニボスは場所が悪いんでスルーします。湧きましたね。あとは適当に殴るだけです。さすがに余裕ですね。次はネクロンクルです。4倍速。来ましたね。BGM 終わったんだが、トムライ合戦でも流しますか。やっぱりネクロンだとマナが足りないね。でも耐久は問題ないね。ここのところで斧殴れないの嫌いな。まあでも余裕ですね。ってことでリーパー君たちは売りますか。レギンスは10ム、ブーツは12ム、チェスプレも12ムで売っていきます。1時間ぐらい経ちました。売れてますね。合計で 34.5M ですね。これは美味しい。では銀行に預けましょうか。銀行のお金と合わせて約1億。これは嬉しいですね。でも何に使うかは決めてません。じゃあ今回はこの辺で終わりにしていきたいと思います。それではまったねー。このお金どうしよう。